こんにちは、風次郎です。新年明けましておめでとうございます。僕とさんはいつもと変わらない朝です。今日は雑煮の汁を作りました。実は年越し前に寝てしまったんですよね。本当はさんとカウントダウンしてお祝いと思ってたんですけど、眠気に勝てませんでした。初日の出も見逃しました。初日から失敗してますが、気にしないようにします。本当は、昨日も今日も夜勤だったんですけど、休みをもらったんです。だからのんびりします。去年同様、今年もよろしくお願いいたします。今年も、さんとの時間をできるだけ大切に過ごそうと思います。今年もよろしくねー、さん。元日、今日は関東は暖かいです。皆さんの一年、幸せな時間が溢れますように。今日もさんは元気です。今日もありがとうございました。それではまた。